ガチゴー、マジックよっ。はい、塾長、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は17度、寒い。はい、あしょってるよあと空気質47、いまいち、いまいちってるよで湿度は57。はい、あ、いいです、ね、どうなので、シーチは。僕の方は8度で快晴ですね。で湿度は今 20% ですね。冷却が15ぐらいですね。おお、いいね、いいね、いい感じだね。はい、うん、はい、最近まあマリジックのメンバーもすぐさささっと答えれるようになってきたからね、いい感じだよね少し早くなってきました、うんうんうん、はい、そうだね。さあ、今日は何の話からいこうかな。今日はそうですね、ズバリ塾長のコロナ予想ではないんですけれども、うん、やっぱり今皆さん、うん、日本だとオミクロンがこうものすごい、勢いでですね、感染者を増やしている状況なんですけれども、うん、これいつぐらいにちょっと終わるのかなっていうところでですね、うんうん、やっぱり皆さんそれに合わせて旅行なども計画したいと思いますので、そのあたりをちょっとぜひ塾長から教えていただければなと思ってまして。あ、2月の末。え、早いですね早いですねめっちゃ早いですね。もう終わり終了まあまあ2月の末ぐらいにはだいたい見えてくる、ね、ああ、なるほど。ただ、うん、2月中はかなり痛めつけられるよ。はい、うん、まあだから旅行に関しては3月から7月、うん、特に政府が遅いから、はい、政府がやっぱりいろんな対策で全部ゴテゴテだったから今回。そうですよね、はい、だから、うん、欧米にやっぱり遅れを取っちゃって、やっぱ株価もガタガタだもんね、はい、うんうん、そういうのを考えると日本の経済をまた一歩遅らせてしまったっていう感はあるよね、はい、でもそれやっぱり国民が望んでたからね、結構ね、鎖国しろとか、それから何しろとかね、そう、かなり政治家もいじめられて菅さんとか辞めちゃったじゃない、うん、だからそれがね別に悪いとかっていうことじゃないんだけど、外から見てる人たち見てるわ、はい、と思っちゃうもんね。うん、なるほど。経済優先っていうふうにはみんな言ってて、やっぱり最終的に経済っていうのは目に見えないから、はい、だから日本の人たちもどっちかっていうと鎖国の方を選んでたわけだけど、はい、でもそれをやり続けてると、はい、まあ、株価にはっきり出ちゃってて、日本だけやっぱ伸びきれなかったもんね。うん、そうするとこの後インフレとかもし来ちゃったりすると大変なことになっちゃうから、うん、まあ、そういう形にこう徐々になってきてるからね、うん、もう金利を上げるにも上げれないっていう状況の、その非常に苦しい状況に政府がなるかもしれない、うん、まあ、ちょっと暗い話はしてしまったんだけど、はい、ただ明るい話もあって、まあ、2月15日ぐらいからかなり、はい、落ち着いて下がり始めて、はい、それで、まあ、2月末ぐらいに、おお、なんだ、ないぞみたいな感じになってきて、で3月ぐらいには遅い政府が動き始めて、はい、で4月ぐらいには、まあ、春が来たみたいな。あ、ちょうどいいですね。そんな感じじゃない、うんうん、なるほど。そんなすごいですよ。そうそう、まあ、そうそう、状況的に言うと、まあ、これみんな信じてくれないんだよね。もう何ヶ月も前から言ってることなんだけど、はい、ほとんどの人がかかる、周りの人が。ああ、なるほど、うん。だから自分の周りの人はほとんどかかったなって分かるから言わないけど、はい、みんな、うん、で、まあ、これも何度も言ってることなんだけど、例えば僕の場合だったらスターバックスが10軒あるとするじゃん、周りに、はい、ね、10軒あると、そうすると5軒ぐらい閉まる、はい、なんでか分かるでしょ、はい、うん、僕言ったっけ、この話。あ、そうですね、以前お話しくださいました、うん、セミナーの時に。そうだよね、はい、うん、セミナーの時はじゃあ YouTube の人知らないじゃない。そうですね、知らないです、知らない、うん、はい、そうだね。要するにコロナだから閉めるんですかっていう感じのことを言うんだけど、はい、マンボウですかとか、緊急事態宣言で店が閉まるんですかって、そういうことじゃなくて、はい、もっとひどい緊急事態宣言が起きるんだよ。え、何それって言わないんだけど、はい、結局店の従業員いるじゃない、はい、うん、従業員が一人かかると、はい、みんな濃厚接触者になるんだよね。そうですよね、はい、そうすると どうなるか分かるよね。はい、分かります。全員出勤してこれなくなるじゃん、はい、でじゃあ3交代制ぐらいでやってれば、じゃあ、はい、時間を短くしてとかっていう人もいるかもしれないんだけど、はい、その3交代の人たちもやっぱかかるじゃん、誰か。そうですね、ね、でそれで一回濃厚なんとか者になって、はい、チェックする人もいればチェックしない人もいるじゃない、はい、ね、うん、それでまたじゃあ店開けましたってなった時にまた誰か一人でも熱出るわけですよ、はい、そうするとまた閉めなきゃいけないのよね、うん、そうですよね、うん、要するに従業員がいなくなるってことね、うん、で今度仕事する人、アルバイトももうそういうところでしたくないって言って減ってくるんだよね。あ、なるほど。そうやってほら給料が上がる段階に今入ってきてるわけ、はい、うんうん、そうやってって今度何が発生してくるかっていうと、はい、あのスターバックスだけだったらそれいいよね、はい、他の店だって当然そうなるわけで、うん、出てる店舗のところでも突然閉まるから、はい、
でそれがなんだとコロナかと思うんだけど、コロナで閉まりましたって絶対張り紙しないもんね。そうですよね。二度とお客さんが来なくなるから、はい、だから飲んでしまってるのみたいな、うん、で従業員がいませんからって言い方するんだけど、はい、従業員がいませんってどういうことって言うと、お前のとこでコロナ出たんだろみたいな。そんな感じになるんだよ。うん、なるほど、うん、そういうお店が増えていくから、はい、でまあ、その後起こってほしくないことなんだけど、はい、かなり先のことになるよ日本にしてみれば、はい、その買いだめ現象がまた出てくる、はい、可能性あるんだよね、うん、これがやだね、はい、でそれをかなり政府と店舗側でコントロールしてくるんだけど、はい、それが一番困る。うん、もしそれで買いだめが起きて、はい、トイレットペーパーだけじゃなくてね、他のものまでやっちゃってインフレが起きると大変なことになるから、はい、それが一番気にしてることかな僕は。ただ旅行に関してはいけると思うよ。ただほら政府が開けなきゃいけないんだけど、うん、はい、もうコロナが2月の後半ぐらいから相当落ち着くんで、はい、ただそれまでの間は今言ったような現象が起きるからね、店がバタバタ閉まったり、うん、はい、でみんなに言っとくのはコロナチェックしなきゃと思うんだよ焦っちゃって。あ、はい、ですごい並んでるから、はい、でコロナチェックするんだけど、はい、しちゃったら何もできなくなるからね陽性出たら。あ、なるほど。だからする前にちゃんと、うん、やることを全部終わらせて、それでコロナ検査を受けに行って、はい、で家族にも影響あるってことを考えて、考えずに並ぶんだよ最初熱出ると怖くて。そうか、そうですよね、うん、で自分が陽性になっちゃったら言われるんだよ家族も全部ダメですよって感じになるから、はい、うん、家族はどこにも行けなくなっちゃうんだよ。あ、それちょっと、ね、家族に連絡取っていて、はい、いやこうなるから、はい、もし行って陽性になったら行けなくなるからこうなるよって話もちゃんとして、はい、それで、まあ、行くという感じ。あ、なるほど、うんうん、でまあこれは相当裏情報でやばい情報なんだけど。そんなですか。あの、いや、うん、あのね、みんな陽性とか陰性とか出るんだけど、はい、医者のところでやると陰性、はい、でやると陽性とか、はい、実はコロナが2ヶ月も3ヶ月も体内に残るんだよ。それはすごいですよ、ちょっとびっくりです、ね、陽性がずっと出るのよ。大成功したの彼らは。あ、なるほど。アルファとデルタっていうの失敗したんだよ、はい、結局、